株価が大幅下落です。東京株式市場の平均株価は600円以上値下がりし、今年最大の下げ幅となりました。東証一部ではほぼすべての銘柄が売られ大幅安になりました。平均株価の終値は昨日に比べ638円値下がりしおよそ3週間ぶりに2万円をえ終りました。下落幅は去年6月以来の大きさとなります。 株価がこれだけ下がった背景にはギリシャの債務問題の不透明感に加えて大きかったのが中国・上海株の急落です。上海では株価の急激な下落を嫌う多くの企業が株の取引を停止していて証券会社のボードにはご覧のように取引ゼロの数字が数多く並んでいます。上海市場では今日取引開始直後に株価指数が一時8%急落しました。 中国メディアによりますと、これまでに上場企業の半数近くの1429社が株の売買を停止する異例の事態となっています。中国当局は株価の下支えに向けて様々な措置を取っていますが、効果は出ていません。